中古車販売の大手ビッグモーターによる保険金不正請求の横行で25日に創業者の金重博之社長らが会見辞任を表明顧客から預かった車を傷つけて修理代を水増し損保会社に保険金を不正請求していたというのは サービスの信頼が根底から崩壊する大問題だが、そもそも、この企業がかなりのブラック企業だという証言も続々と浮上している。泉真二新社長は会見翌日、退職者が6名だったことを明かしたが、現役社員の B さんによると、今後、転職活動する上で、今回の不正に関わっていたと転職先の企業から思われるのを懸念して取った行動だという。 前編、ビッグモーター問題が起きたのに退職者が6人菜の花ぜ社員が語る社内で起きている大騒動社員大移動の予館会社の業績が急落していることは他で報じられているが約6000人の従業員がいるビッグモーターは今や泥舟状態 B さんは職場の店舗ではなく付き合いのある本社社員とも電話で話したところこんな話を聞いたという 収益が大幅に減っているのでこれから間違いなく給料にも影響が出てくるはずこれまで出ていた手当がなくなってしまう可能性もあるし人がたくさん辞めれば業務も増えるノルマがさらに厳しくなってもおかしくないこの会社にいたら銀行とかクレジットカードとか借り入れの審査が通らなくなるかもしれないしとにかく良いことが何も思いつかない。 新社長の希望的観測とは真逆社員の間で動揺が広がっているのがよくわかる話だ別の社員からも敏腕営業マンが親しい部下たちを連れて集団で辞職する噂があるという話をしている別の店舗で一部の社員たちから二木さん兄貴の意味って呼ばれてる高級鳥の営業マンが 可愛がっている部下を何人も引き連れて、別の会社に移る話をしているとか。仕事ができる人ならビッグモーターじゃなくてもやることは同じなので、同業者が欲しがるのではある意味、引き抜きみたいな感じもあるのかも。業界全体に不信感広がるただ、そうなると大きな懸念が出てくると、この社員は言う。 ビッグモータータででややってていた不正を他でもやらかす可能性が出てくる成績の極端に良かったやつは何かしら不正をやっていたようなのも多いし同じことを他でも続けるんじゃないかとだって正直こういう不正はビッグモーターだけじゃないので車のダメージを増やして修理代を水増しなんてのは他の業者でも見られること。 これは前室の B さんも整備担当としてまさにビッグモーター以前に勤めていた別の会社で似たような不正に関わった告白をしているビッグモーターほど大手の会社じゃなかったので規模はもっと小さかったですが簡単に塞ぐことができる2センチの亀裂なのにもっと広げて部品ごと交換しないとダメという風に上の指示でやらされました 車検作業でも同じ項目なのに別の名前にして20に計上することもよくある手口でビッグモーターだけじゃなくてもやっていることだからこの業界悪いことやっていた人は他に行ってもやるでしょうまともな業者がいくらあってもこんな話を聞いてしまうと修理や車検に不信感しか生まれなくなってしまう今後 不正に関わったビッグモーター社員が辞めれば辞めるほど、他の企業にもその手口が拡散される不安が出てくる。ビッグモーター社員が全員、不正に関与していたわけでもないが、今見つかっている不正だけでも、あまりに多種多様な手口が横行、関与していた人数もそれなりに多いと見られている。 今回の問題の深刻さを見てもう二度と悪いことに関わるのはやめようと思えたらいいんですが動機が金ですからね成績が良かったら給料が増える仕組みがある以上ズルをしてでも稼ぐ人は出てきますしそれを黙認する上司の方が多いんじゃないですかねむしろ今なら問題の起きたうちの会社ビッグモーターの方がしばらく不正をやらないと思うぐらい こう話す B さんによると車検を下請け業者でなく車いじりが得意な素人にやらせたり1年も前に辞めた人の写真や推薦コメントを求人に長く使っていたりまだまだ伝えられていない不正があると言っているこれも退職者が増えればその暴露が出続けるムードがありビッグモーターの問題は長期化が避けられない状況だもはや、 ビッグモーター1社を何とかすればいいという問題でもなくなっており最終的には監督官庁など行政が踏み込んで不正が起きない仕組みを厳しく作らなければ結局またどこかで同じことが起こるだけになるだろう以下はネチズンのコメントをまとめたものです。 ガソスタでもやたら毎週ワイパー交換進めてくるしガリバーに掃除を頼みに行くと毎回不調を訴えられるがこちらの不調を言うと問題はないと言われるおかしな現象が起こっている。取れるとこからは取るってのはどこの業界でもあるわけだからそれに対応する顧客側のスキル次第だと思う。 大手のディーラーでも、お年寄りが買った新車走行距離1万キロ以下の初回車券が30万かかったなど聞いたことがあります。要するにこの業界は、お金に糸目をつけない無知な人や自分が直接払うわけではない保険、翌年の賭け金は上がりますが、だとめちゃくちゃなことをやっているということ。 私もそこまではひどくはありませんがいろいろ思う節があっていまだに車検も修理工場も点々としていますトヨタのディーラーでも同じことしてましたドアにすり傷があり補修の相談していたら目の前でさらにひどい傷つけてこれでいたずら対応で保険対応できますだって確かトヨタさん交換してない部品の請求もしてましたよね 日本を代表する基幹産業であるトヨタがこんな感じだから他も当然といえば当然でしょう自動車整備に関しては不信感が強いです超大手の輸入車販売店でメンテナンスパックに入っていましたが対象外とされる小銭稼ぎのようなメンテナンスが多いので信用できずに車を乗り換えました 輸入車は一発故障すると100万単位の金がかかるからメンテナンスパック必須ですが彼らはそれはそれとしてベッド小遣い稼ぎに励んできます自動車整備の闇は深いと思います故意に傷つけたりというような行為はなくても多くの店にノルマがありますし本部より店長へ指示店長から従業員に指示 達成できなければ従業員は店長に注意、怒られ、店長は本部に注意、怒られ、という形は多いと思います。知人が勤めている某店では、ノルマの一つに会員登録があり、持っていない人に入会を勧めてもやはり登録したい人は自ら行ってくるし、したくない人はしません。なのに毎月100件のノルマがあります。 結構無理なノルマだと思いますし、立地的にも常連は周辺住民だけが訪れるような場所なのでなおさら、駅前とかなら日々たくさんの人が立ち寄るのでまだできる範囲かもしれませんが、田舎の方で、指定の商品を売らないといけなくて、売れないから従業員が自ら買ってノルマ達成させているというのもあるそうで、お勧すすめしてくださいね。 程度ならまだしもこういう無理やりなノルマは課せるべきじゃないと思います。